私はハルカ、どこにでもいる29歳。今日はお見合いに来ている。はじめまして、望月ハルカ29歳、 OL をしてます。はじめまして、39歳の竹武史です。不動産賃貸業と農家を兼業していて、年収900万円くらいです。すごいですね。そんなことないですよ。いい人そうだな。優しそうだし。結婚についてはどう考えてますか？機会があればしたいですね。ただし条件があります。条件？はい、まず結婚したら仕事を辞めて専業主婦として家事全般を任せたいと思ってます。そして母親と一緒に住むので、料理は母の分も用意してください。ハロー。ああ、ちなみにうちの母は食事にうるさくて、まずは母からミネストローネの作り方を学んでください。僕は母の作るミネストローネしか口に合わないので、それを毎日朝8時に出してください。毎日ミネストローネ作るのかよ。あと最近母は足が悪くなってきてるので、近々母の介護もお願いします。あとうちは犬を5匹飼ってるんです。これが可愛いんですけど、世話が大変でほら、抜け毛とかもありますからね。なので犬5匹のお世話もお願いします。なるほど。慣れてきたら僕の仕事のスケジュール管理もお願いしたいですね。お金は月に20万円を生活費として渡すので、その中でやりくりしてください。余ったものは僕のお小遣いとします。地獄かよ。奴隷募集してますって言ってるようなもんだろ。てか、どんだけ上から目線なんだよ。何か質問は？それってヘルパーさんの仕事ですよね。あと私、今の仕事好きなので辞めたくないですし、食事とか犬のお世話とか家計のやりくりとかは頑張りたいんですけど、一度に全部は無理っていうか、私にも私の人生があるので。あの、どうせ妊娠したらいつか仕事辞めるんだから、仕事なんていつ辞めてもいいでしょ。仕事を辞めれば時間はたくさんあります。何言ってんのこいつ。そもそも住む家が用意されているってありがたくないですか？何もしなくてもお金が毎月入ってくるってありがたくないですか？まず不満じゃなく感謝が先ですよね。はあ。あと、望月さん29歳ですよね。え？ああ、はい。失礼ですけど、立派な生き遅れですよ。年収900万円の男と結婚できるんだから、ありがたく思うべきじゃないですか？ダメだこいつ、ぶっ飛んでる。で、どうする？結婚する？お断りさせてもらいます。は？はあ？まだ夢見てんの？お前が玉木宏でもお断りじゃ！夢見てんのはどっちじゃこら！そもそも私はお前の奴隷じゃないから、一人の人間だから。あと、自分で犬の世話できないなら5匹も飼うな！犬に失礼じゃ！あと、何が母の作るミネストローネしか口に合わないじゃ！日本人は味噌汁飲めや！あと言っておきますけど、私29歳ですけど引く手あまたですから。お前の奴隷として一生を送るくらいなら、わしゃ一生独身のがマシじゃ！すみません。すっきりした。それでは失礼します。もう会うことは一生ないでしょう。ごめん、遊ばせ。ああ、はあ、またか。これで婚活百戦全敗だぞ。俺の何が悪いんだろうな。やっぱりもっと年収上げるしかないのか。今日の授業は終わり。また来てね。